皆さんこんにちは、みなりんです。これ知ってます？なんか今大流行中の帽子です。このうさ耳なんですけども、ここにこうね、手があるんですけど、これをすごいすごい、おお、でこっちをこう押すと耳が上がるんですよ。すごいよねこれ。右上げて左上げて、右下げないで、左下げない、みたいな。ゲームとか遊んでる方もいらっしゃって、もう結構 TikTok とか YouTube も Twitter とかでも私最近すごくこれをよく見かけるんですけど、で、ちょっとのほほんと歩いていたら、ドンキに売ってたんですよ。まさかね、ドンキホーテに売ってるとは思わなかったので、なんかその場で速攻で買ってしまいました。こちらなんですけど、皆さん、中ってどうなってるか気になってませんか？もうね、DIYer としてはね、めちゃくちゃ気になってます。やっぱりね、中どうなってるかとか知ると、次が作れたりするので、まず最初にちょっと中身とかね、作り方を知りたいんですよね。で、もし中身とか知れたら、次はね、オリジナルを作っていきたいなと思っています。で、今回は、こちらを解体して、EV 風のものを作りたいなと思ってます。カラクリはどうなってるんでしょう？こちらを解体したら必ずリメイクして元に戻すので、ご安心いただければと思います。それでは早速、やってみましょう！というわけで、まずはね、これを解体しちゃいます。どうなってるんですかね？本当に中身がわかんなくて。手元アップでお見せします。はい、っていうわけでアップで見るとこんな感じ。真ん中にはない、何もないですね。あるのは本当にこことここのみみたいです。めっちゃ気になる。糊でくっついてるのかな。どうしようかな、どこ切ろう。なるべく切っても元に戻せるようにしたいので、中側のここの縫い目のところを切ります。ほい、3、2、1。なんだろう、お、出てきた出てきた。あ、ここでちょっとね、糊で固まってますね。変な形。こんな形初めて見ました。ちょっとここがね、糊でくっついてるので、こうやって綺麗に剥がしまして、あ、ここは全然糊くっついてないですね。じゃじゃーん。おー、面白い。空気のポンプのやつですよね。で、その先っぽが、なんかすごく変わった形をしているチューブみたいな。パキッと割れるアイスみたいな感じの形してますよね。これを押しますと、ほうほう。多分構造はすごくシンプルなんですけど、この形のもの、これを探すのが大変なんだと思います。そしたらね、あとはこのポンプみたいのを用意すれば作れるので、なるほどね。これが一度分かったらいろいろなもので活用できそうですね。面白い。じゃあもう一つの方、こっちも出しちゃいます。つなぎ目、また後で縫い合わせます。ちょっと、ものすごくシンプルで分かりやすかった。じゃあ後で縫い直しますね。あれだね。いろいろなドッキリのおもちゃに使えそう。ティッシュとか物の下にこうやってね、忍び込ませて、友達が横にいる時にこうやって。ネズミがいるのみたいな、なりそう。まあ、今回はこれを使って EV 風にしていきたいと思います。はい、では100均に行って、フェルトを購入してきました。結構ね、大きいんですよ。100円でこんだけ大きいの買えるってすごいですよね。うんうん、いい感じ。どうしたら作れるかな。ちょっといろいろと帽子と調べて、手探り状態で作っていきたいと思います。もう間違えたら大丈夫のようにたくさん買ってきたんでね。もう思い切ってやっちゃったら一番だと思うので、この形を切ります。うん、切るんじゃないかな。同じ形のものを、いくつだ ?6 個。6個作ります。とりあえず帽子を作りたいんですよね。私あんまりお裁縫とかしたことがないので、本当によくわかってないんですけども、間違えてでもいいので動いちゃった方が意外とうまくいったりするので、もうこのままね、進んでみます。それでほぼ同じ形の、この三角みたいな形が6個できました。続きましてはグルーガン。こうやって端っこの方につけて重ねます。切り込み入れるそうです。こんな感じでひっくり返せるそう。はいはい。まあ、どん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 丸くなってて帽子ができるっていうわけでございますね。じゃ、一旦これを横に置きます。次は耳の部分を作りましょう。お耳は簡単かな？多分ね、ただこれよりはすごく大きく作れないと思うので、この大きさを参考にしながら、EV っぽい形の耳にします。EV の耳ってね、こうやって、ちょっとひし形ですよね。これを半分にしてくっつけて、切ります。
クルーガンガー。はい、これで耳が4つできました。で、あとはこれまた同じように角の方だけね、こっちの方の穴からひっくり返していきます。はい、こんな感じ、ひし形のができました。ほぼほぼ同じ大きさですね。もう一つも同じように角っこの方だけグルーガンをつけてと。ちょっと残念ながら普通の糊がなくなっちゃったので、こちらの茶色いやつを使います。本来であれば使わないんですけど、今回のこちらの工作も同じような焦げ茶色なので使っていきたいと思います。これをこう入れて、この形からこんな感じかな。できそうできそう。はい、じゃあ耳のパーツが2つできたので一旦これは横に置きます。続いてはこのね、腕のところですね。この長さを同じにしないと、管の長さがね同じなので、じゃあこれを折ってこの形を4枚作りましょう。これまた周りをくっつけちゃいましょう。さて、これはちゃんとできるのか成功するのか分かりません。マジ手探り状態。あー、グルーガンが。でもね、乾いたら簡単に取れるんで問題なし。で、これも他のと同様裏返しましょう。これの方が長いからね、ちょっと大変だわ。腕入るかな。こうやってね、角っこの方とかね、こうやって直していきます。よし、耳から腕のところにかけてのやつ完成。ふう、じゃあこっちもひっくり返します。あ、こっちのがきつい。まあ、本来腕が入らなければ長い棒とかを使ってやったらいいと思います。あ、できたできた。腕のところ完成。耳と腕、そして帽子ですよ。あとはこれを全部くっつければ多分できるはず。わかんないけど。ちょっとまた帽子に戻りまして、グルーガンつけますでしょ？重ねます。こっちの3枚も同じようにくっつけます。この帽子のところが一番わからないんですよね。ちゃんと帽子の形になるかどうかが。なんとなくこの丸い感じが出てきたような。あとはここをこうくっつけたら帽子みたいになるはず。気をひっくり返しますと、どうだどうだ。ちょっとかぶってみよう。一応かぶれますね。一応長いのでここら辺切って揃えます。まあ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 、OK でしょう。帽子の横にあらかじめ開けておいたこの穴のところに耳を入れて、これまた糊を使ってくっつけちゃいます。なんとか EV っぽい形の帽子ができてきました。いや、やっぱ難しいですね。で、これ、お耳のところに入れていきます。このからくりのやつですね。動かないように糊でくっつけちゃいましょう。もう片方の耳にもチューブを通します。ここに穴開いてますからね。根っこのところを簡単に、ちょっと試してみてね。位置が違うので、糊くっつけ直します。ちょっと調節しながらね、やってみないと。あー、はいはい。なるほどね。ここまで来ましたら、これですよ、これ。おててをね、入れます。この方まで入れて、伸ばして、横のここのところで、糊くっつけちゃいましょう。あれ？取れちゃってるじゃん、君。はい。っていうわけで、なんとなくね、それっぽい形はできてきました。ここまで来ましたら、あとはこちらの小さいフェルトを使ってお顔を描いていきます。ちょっとイーブイにはね、ちょっとこう髪の毛がギザギザっていうところがあるので、あともうちょっと。しまった、黒いフェルトこれしかない。あ、いける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 、ギリギリ、すごいギリギリだけどいけそう。まず耳を切りますでしょ。イーブイの耳の根っこのところってギザギザあるので、それも忘れずに。首が痛い。もうずっとこれやってるから、もう何時間、やばいよ。で、お顔ですよ、お顔。これはどう考えても目でかいね。怖いね。まだでかいな。まず大きく切ってからどん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 ね、小さくしていけばいいので、ちっちゃく切っちゃったらね、大きくできないですもんね。これぐらいかな？帽子の形がね、いびつなので、デコレーションでごまかしたいところ、お鼻と、口口。あとちょっと、頑張れ！自分頑張って！こんな感じ？だいぶそれっぽくない？じゃじゃーん！できました！はぁ、やっ
とできた。今何時？もう朝の1時半ですね。もう長い間格闘しておりました。型とかがあればよかったんですけどね、ちょっと手探り状態だったので。じゃあ実際につけてみましょう。まあ一応かぶれますね。こんな感じです。じゃあね、ここにあるので押してみます。はい。はい。あ、おお、ちゃんと耳が、ちゃんと耳ピコピコしますね。右開けて、左開けて、右下げないで、左下げる。できますね、ちゃんと遊べる。左の耳の方が元気。とまあこんな感じで作ってみました。めちゃくちゃ面白いので他の子も作ってみたい。またねリベンジしてみるかもしれないです。その時にはねもうちょっと綺麗にできるよう頑張ります。というわけで本日もご視聴いただきありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。本日もご視聴いただきありがとうございます。こことここに昨日の動画とおすすめの動画を載せておきます。あとね Twitter とインスタもやってるのでぜひぜひフォローお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。